皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はこんなテンションか、こんなテンションで行くべき動画ではないと思うんですけども、皆さんに超重大なカミングアウトをします。私青木かのんは ADHD です。おかしいだろ、拍手するべきことなのこれって。そうなんです、実は私は高校3年生の時に ADHD と診断を受けています。多分今見てくださってる視聴者さんの中には、ADHD って何みたいな、なんかやばい病気なのってちょっと思っちゃう方もいらっしゃると思うんで、今回は ADHD の症状プラス私の何これ、食洗機。私のこの ADHD っぽいなーみたいな、でも多分性格もあるんじゃないのかなっていうところを何個かリストアップしたんでお話ししていきます。そして ADHD であるメリットもお話をします。何それ。いやメリットも一応話さないと、デメリットばっかりだとさ、かのんちゃん本当にやばいやつだと思われちゃうから、はい、一応メリットも話します。はい、じゃまずはこのネットに書かれているちゃんとした文章を読みます。ADHD 注意欠陥多動性障害。私の場合はその多動性って言われたんですよ。でここに書いてあるのが、一つの物事にじっくり取り組んだり、一つの場所にじっと留まることを好みません。つい貧乏ゆすりしてしまったり、いやでも貧乏ゆすりしないよ私。じっとしていても内心は落ち着かないことが多くあります。あー、その通りだね、全部当てはまってるんじゃん。いや貧乏ゆすりしないけどね。で、あとは気持ちのコントロールが効きにくい場合があり、カッとなって言い返してしまったり。いやでもそれもないよ、ない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 、全くない。だから本当なんか人それぞれだと思うんですよ。で私その診断を受けてるけど、いや性格だろうみたいな、なんかあんま、まあ、名前がその障害って文字が入ってるから、なんか悔しいっていうか、あんま認めたくないから、まあ自分はこういう、まあ、あくまで性格だよみたいな感じで捉えてるんですよ。ただ一応診断書を持ってるんで話してるって感じなんですけど、でその ADHD で、男性と女性はその症状がちょっと違うみたいで、男性の ADHD の場合は多動や衝動性の特徴が強く現れる。で女性の ADHD にはその不注意とかが多く症状が出る傾向があるらしいんですよね。で私多分どっちもだよね、どっちもだよね。うん、多分そうだと思う。でこっからが本題なんですけど、さあ始まりました、青木かのんの ADHD 症状。いやこれねめっちゃね、あの明るく話してるけど結構勇気いるんですよこれ。だって多分みんなもそういう風に思ってると思うんだよね。あ、思ってる。まず一つ目、やる気スイッチを入れるのが大変。ピンポーン。はい、まあ例えるなら、編集やるのちょっと今気が進まないなって時はなんかずっとゴロゴロしちゃったりとか、後伸ばしにしちゃうことが結構多い。でもスイッチが入ったらもう邪魔できない。そう、なんか変なんですよ、スイッチが入るとなんかこうなる。だからもう話しかけられない。でそれでちょっと続くんだけども、一つのことしか集中ができなくなっちゃう。これをやってると他のことが手に回らなくなるから効率が悪い。結構大変なんだけど、まあでもね、甘えちゃいけないと思ってる。次、片付けが苦手。ピンポーン。うるせえな、なんかめっちゃ声でかくなった。だって自分のさ部屋ゴミ屋敷になってたじゃん。前日までなんか虫が湧くような感じの、なんかもう食べかけの弁当の箱とかなんかもうベッドの下とかに入れたりとか、なんかそんな感じの学生時代過ごしたんですけど、スイッチが入ると超綺麗に、なんかもうホコリすらなんかもう気になって仕方ないみたいな。空気がすごい綺麗になる。必ずそれ月に1回スイッチが入る。そう、1回来る、うん、1週間しか綺麗な時期が続かないんだよ。まあそういう感じです。お次、スケジュール管理が苦手。スケジュール管理ってそのどういうところかっていうと、例えば遅刻しちゃったりとか。あ、それはあるね。うん、あとはこの時間に行かなきゃいけないから、この時間に準備をして行こうっていう風に思っていても絶対遅刻しちゃう。それはねやばい、多分性格だよ、うん、ママと似た。だからそうそう、 ADHD って言ってもさ、なんかまあ病気の名前ついてるけど、私はもう性格だと思ってるから、そのスケジュール管理に関してはもう今めちゃめちゃ徹底して、スケジュール帳書くじゃん、したら集合時間
の1時間前に書くの、絶対。5時に集合の日だとするじゃん。でもスケジュール帳に4時に集合ってうち書いとくの。でもね、その当日になった時に自分が1時間前に設定したこと大体忘れてんだよね。あれってなんで来ないのみんなみたいなっていう。やっぱスケジュールに関してはやっぱこういう仕事をさせていただいてるんで、周りの人巻き込んじゃうじゃん。だからそこはすごい徹底してます私は。次、同じものを何個も買ってしまう。これはね、正直一番辛い。これは ADHD に当てはまるかちょっと分かんないんですけども、もし共感できる方いたらコメントよろしくお願いします。私はあのアクセサリーいいなと思って買うじゃないですか。したらね、もう一個買わないとそのアクセサリーを安心して使えないんですよ。なんかよく好きなアーティストさんのなんか CD とか買って使う用と鑑賞用みたいなだけ分ける人いるじゃないですか。なんかそういうレベルではなくて、在庫もう袋からも出さず段ボールからも出したくないの。もうだから家に段ボールがどんどん増えていっちゃって、そう、あでも結局最後まで開けることないの。じゃあどうなんのそれ。家の中が今段ボールだらけになってる。それがすごい辛くて、で金額とか関係ないんですよ。例えばこの前芋吉にドン引きされたんですよ、私ヨドバシカメラでこのピンクのねアイフェイス買ってきたんですよ。あーアイフェイス買ったんだみたいな。そしたらあれ なんでもう一個入ってんのって言ったら、あこれは在庫みたいな。そう、そしたら気持ち悪いって言われて、でも自分としては本当はねやめたいんだけどやめられないの。使えないんですよ一個だけだったら。だそれを直したい、マジで直したい本当に。それ ADHD と関係ない？なんか私調べたのいっぱいネットで、同じもの何個も買っちゃうのはなんでですかみたいな。したらなんか不安、 ADHD の方の特徴としてはその人間関係が苦手みたいな書いてあるんですけど、私それはね当てはまんない。うん、人間関係でうわーみたいな、なんか失敗したとかそんな基本的にない。でなんで私がその ADHD っていうその診断を受けたかというと、そのきっかけが高校時代の学校にあったんですよ。授業中に立ち歩いたりとか結構ねいろんなことしてて、で学校の先生に青木くんはちょっとやばいやつだから一回お父さんと一緒に病院に行ってこいって言われて、で私別に人にこうやって嫌がらせしたりとかするんじゃなくて、まあ、結構落ち着かない感じだったみたいなんですよ。まあそれで私は東方病院、そう、そこの病院に行って脳波検査とパズルとカウンセリングを受けて ADHD っていう診断を受けたっていう感じです。ネット検索してるんですけど、でも本当にこれ当てはまるから、働く力ウェブさんの記事をちょっと読まさせていただきます。 ADHD のメリットとは、好きなことに対しては過集中が働きやすい、時間を忘れて取り組むので好きなことが結果として得意なことになるように感じる。だから今のその YouTuber の仕事がすごい、私も確かにすごい合ってて、なんかマニュアルでこうやってこうこうやりなさいって決められた仕事はもうとことん私失敗してるんですよ。あとこだわりが強い場合が多い、好きなことにこだわりを持ちとことん突き詰めるので結果的にその分野に関する仕事が得意になる場合がある。例えば字幕のこの縁とかもそう結構ねこだわっちゃうんですよ。ここのタイミングだとここをこう効果も入れてみたいな。だから編集私めっちゃ好きで、よくね周りの YouTuber さんには費用対効果があんまり合ってないんじゃないのっていうぐらい、その編集やりすぎだよって言われるんですよね。だいたいみんな3時間から4時間とかやったりするんですよ編集を。でも私はそのテロップだけで5時間とかやっちゃったり、あもうこうずっとやって、でも好きなんですよ。だからこういう字幕出せば視聴者さん笑ってくれるかなみたいな考えるのが好きで、なんかこうやってやってる時は結構忘れられる。たださっきも話したんですけど、スイッチが入んないと、ズルズルしちゃう。だからもう本当に自分でもよくわかんないですよ。今回はこんな感じで、私の説明書的な動画ですね。実は ADHD でしたっていうことを皆さんにお伝えさせていただきました。まあいいとこもあるし悪いとこもあるっていう、なんかそれとうまく付き合っていくことで、なんとなくうまく生きていけるのではないかなって自分ではこう思いながら今生きてます。引き続き頑張って生きてまいりますので、今後とも応援よろしくお願いします。お願いします。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かなの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録とフォローをしてね。また次の動画でお会いしましょう。
月日私は僕いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下